旧美南銀行本店、尾道銀行本店を継承したもので、現、尾道歴史博物館、銀行店舗だった時代の雰囲気を残している。株式会社美南銀行は、1930年10月、尾道市に設立された、地方銀行で、広島銀行の前身業の一つである。1919年に始まる戦後教皇を背景に、県下の中小銀行が取り付け、 休業に陥ると政府及び広島県は銀行合同政策を進め、1920年には県下7行の2位立て合併による芸美銀行が設立されたが、ビンゴ地域でも同様の動きが進行した。まず1926年1月には、美南地域を営業圏とする尾道銀行、福山銀行、友銀行、松永実業銀行、及び 美北地域を営業権とするセラ銀行、アシナ銀行、ビンゴ銀行の計7行の合同。続いて1927年10月には、セラ銀行と山岡銀行、三次銀行、三次実業銀行の美北4行の合同が進められたが、一部銀行の反対からいずれも実現を見なかった。これらの銀行のうちセラ銀行、山岡銀行は以降、 同じ微北地域の銀行よりも美南地域の銀行との統合を模索していくことになった。その後1929年には、小道、セラ、山岡、ビンゴの4両の合同が進められ、同年1月、ビンゴ銀行を除外した産業による、新建合併の覚書が交わされ、翌1930年7月には合併を承認する株主総会が開かれた。 1930年10月には産業の新位立合併による新銀行、美奈銀行の設立が認可され、創立総会を開催して、尾道銀行頭取りであった鳥秋らが頭取りに選ばれた。設立時の資本金は200万円、払い込み金は50万円、株式総数4万株のうち5490株を山岡銀行頭取りであった。 山岡義平とその一族が保有し、山岡及び、セラ銀行頭取の毛利隆氏は、取締役に就任したが、役員12名のうち半数の6名は、合併銀行中で、最も規模の大きかった尾道銀行出身者が占めた。翌11月には、尾道市の本店のほか全身産業から鉱山、矢野、広島、大手町、福山、府中、三原、井。 食料の旧支点、さらに出張所7カ所、代理店24カ所を引き継いで開業した。また、当港は、尾道唯一の本店銀行となったことから、尾道の商工業者からのバックアップを受けており、全身業である尾道銀行の地位を継承し、尾道市の金庫業務を自宅していた。一方、他の美南地域の銀行は、福山銀行、松永実業銀行、 西原銀行が岡山県に本拠を置く第一合同銀行、友銀行、桑田銀行が同じく岡山県の山陽銀行に合併され最終的には中国銀行の発足へと合流した。この結果、美南地域は現在広島銀行と中国銀行が入り組む営業権となっている。戦時体制下で一県一行を求める国、 県の圧力が強まると、東光は、芸美銀行、広島合同貯蓄銀行、クレ銀行、三次銀行の4行とともに、芸美銀行の新位立て合併に参加し、1945年5月の同行会業に際して解散した。東光の解散によって、尾道に本店を置く銀行は消滅し、尾道市の金庫業務は、美ナ銀行本店を継承する。 芸美銀行尾道東支店に引き継がれた。以下の産業は1930年の投稿の設立に参加し解散したものである。尾道銀行は1895年10月16日に尾道に設立され、同年11月1日に開業した尾道貯蓄銀行が1922年1月1日に普通銀行へと転換され解消したものである。 東高への新建合併に際し尾道の旧本店は、東高の本店、広島、大手町、福山、府中、三原の五店舗は、東高の支店として継承された。セーラ銀行は、1898年5月5日に、セラ軍鉱山町に設立され、同年7月1日に開業した。東港への新建合併に際して、鉱山町の旧本店及び、クイ、 特量の2店舗は、東高の支店として継承された。山岡銀行は1897年12月22日、沼熊郡とも町に設立され、翌1898年2月5日に開業した、とも貯蓄銀行が、1922年1月1日に、普通銀行への転換で解消し本店を、コーヌ郡、矢野村に移転して、再発足したものである。 東高への新建合併に際して、矢野村の本店は、東高の矢野支店として継承された。設立時には、尾道市の本店のほか、旧支店、7出張所、24代理店が置かれ、その後1支店が増設された。尾道市、久保町の本店はもともと1923年春工の尾道銀行本店であり、鉄筋コンクリート構造、地上2階建てで、外装は、 レンガ済みの建造物である。1945年5月の警備銀行への新潟合併の後には、同行の尾道東支店となり、ついで支店等配合で市役所前出張所とされ、2004年に店舗としては廃止された。その後尾道市の重要文化財となり、改装を得る経て尾道歴史博物館として使用されている。ありがとうございます。